んばんは。前回の続きやっていきます。ここら辺はね、ログインボーナスかな。ちょっと久しぶりですね。今回はね、パーティーをね組みたいんで、その仲間が手に入るまでちょっとやろうかなと思ってます。条件があるんですよね。1章の3話全然やってないんですけど、ほぼクリアしないと仲間クリア、次がね5話かな。とりあえず仲間欲しいんで、ちょっと進めましょう。どこへ行く？どこ行くかな？こっちかな？はい。ちょっとやろうかな。曲け。ジャンプは。うわ、あれが敵か。うわ、当たってない。コマンドなんですよね。痛い。ちょっと変わったかな。アップデートしたかな。前までは選んで攻撃だったけど、ちょっと変わったかも。もういきなりか。あれか。ダッシュどこ行ったの？あ、ダッシュあるな。あら。あれどこ行った？オッケー。技使おう。あれ？なんか弱かった。そういえばなんかしてたな、修正みたいの。なんかおかしかったのかもしんない。あの後ちょっとして、この面だったかな、すぐ死んだんですよ。おかしいなと思ってたら、多分修正入ったんでしょうね。OK。だってまだ最初だもん。やった、なんかカードみたいのもらった。セットできるんだよね、確か。お、来た。ボイスないからな。仲間になるな。嬉しい。これ回復系かな、じゃあ。新刊だったら。女性か。頑張ります。はい。やった。もう一人仲間欲しいね。自分が前衛でしょ？回復でしょ。あ、じゃあ魔法使い来るかな。すごい。ちょっと戻ってやり直したい。パーティー画面。じゃあ2人になるのかな。さあ、行こう。はい、あ、装備をまず手に入れた。これか。鎧みたいな手に入れた。鋼の。自動があるから、おすすめ。結構いいね。で、こっちは、あ、もうつけてるな。ないね、つける。あ、これか、エンブレムだったっけ。おおおおおお。あ、ダメなんだ。どう、不可なんだ、同じやつは。いけるぞ、これ。あ、じゃあ、女性に、つけよう。はい。ウディ。同じの3つつけたりはできないんだね。なるほど。お、ちょっと見た目変わった。ほら。ちょっと冒険行って、次5をクリアすると3人目。ちょっとね、みんなで乱闘するのとかちょっと全然やってないです。冒険を楽しもう。行こう。はい、1の方行きたい。ここかな。
来た。はい。あ、わかった。これで切り替えるんだ。なるほど。ほら、あー待って、こっち。あ、で、二人で戦えるんだ。あるな。うわ、まただ。ボスだ。カバウっていうのもある。意外と強かった。ホイミで眠らせるやつだったっけ。あ、 HP 回復なんだ。ホイミか、回復か。よ、これでいいや。薬草いらずだ。回復系がいるから。早く3人目が欲しい。固定なんだね。魔法使い仲間なんだ、これで。そうだ、戦士、僧侶、魔法使い、パーティーとしてはいいね。次だ。ここで仲間になるんじゃない？OK。あ、こっちね。これで3人目仲間だ。あれかな。オッケー、先制できた。普通の攻撃で勝てそう。次だね。お、もちないスライム。スライム見せた。どこだ。あ、いたいた。すごまるぞ。強い。ここは最後のボスだったらスキル使ってもいいね。あ、当たってない。次使おうかな。ワンキル？おお。あ、これまたセットできるぞ、エンブレムに。ちょっと読み込みが。やった、これで魔法使いが仲間になるんじゃない。やっと3人だ。これでやっと大会に参加できるかも。いいよ。これレベルっていくつまであるんだろう。きたー。わ、怖っ、顔、見た目。魔法使いにしてはちょっと装備が。ちょっと裸見せすぎじゃない？お、パーティーちょっともう一回。
やったー、これで2章いけるのかな。戻ってパーティーとかみたい。冒険を楽しもう。あ、オッケー。あ、もう装備してるね。エンブレムの、これいけんのかな。こっちの方がいいか。あ、コストコストあんだ。あ、コストオーバーになっちゃう。そうなんだ。コストがあるのね。これか、横に書いてる数値。これがコストだ。あ、どっちにするのか、それか。あ、自動の時かな。オートなんだ。お、変えれるぞ。強くない。おお、また見た目変わった。大会は2章の2はクリアで大会出場みたいですね。ホームは、あ、戻れない。何かクリアしてるのか。もらえるのか。福引き、福引きしようか。仲間とかは福引きじゃないのかな。ある、1枚だけ。あ、武器なんだ。確定なんだ。でいいかな。うわ、これ自分つけれるのかな。無理だよね、どう考えても。武闘家みたいなやつだよね。多分無理だ。あ、引き直しできる。お願い。お、なんかまた違うぞ、さっきと演出が。剣でしょ。盾とか剣とか多い。これは何だい。見れない。あ、見れる。戦士へのダメージか。引き直しかな。あ、またちょっと良くない。戦士がでも確定。起きた、ドラゴンキラー。これでいいや。これはモテるっしょ、剣だし。持てなかったかな。いや、持てるっしょ。レベルのなんか、あ、なかったよね、そういう上限みたいな。あ、きたー、やったー。これで見た目、あ、見た目変えてるの。なるほどね。あー、なるほど。見
どうにかせんとな。重々しいもんな。見た目はこうだけど装備してるってことだよね。あ、増えた。これが今日のミッション、デイリーミッションもあるんだ。で、高難易度なんだね。とりあえずストーリーを進めないと大会に出れないので、2-2 だったかな。まではちょっと行きたいな。そうなんです。エントリーしたい。仲間はガチャでは手に入んないんですね。武器は手に入るんだ、装備とか。じゃあみんな一緒？一番強いやつが勝つ勇者武闘大会の開幕だ。え、今やってんの？なるほどね。それぞれ着々と戦いに備えているのか。いるの？ここなんか他のプレイヤー。パークパーティー、ここは様子見の展開か。戦いの結末やいかに、伝説の誕生に期待だ。矢印が出てるんで、矢印の方向に行けばいいんだよね。あ、これか。勝負はここからどう動くか。あ、わかった。これはあれだ、チュートリアルやってんだ、ずっと。なるほど。だけどこれでやるんだ。こういうの取って戦うんだ。赤いの攻撃力とか防御力とか取って。戦いの結末やいかに、伝説の誕生に期待だ。なんかいるぞ。勝負はここからどう動くのか。なんか違う。新しいキャドギリ強い。なんか出た。ん、これまだ続くのかな。多いまだいる。おい、まさかの不意打ち。これは痛い。痛い痛い痛い。思ったほど強くなかった。お、いける。キャドギリ、暗いキャドギリ強い。じゃあスキル、強いぞ普通に。
強い。勢いに乗れるか。対人じゃこんなのいかん。対人間でやるのかな。あ、残り4って。なるほど、こうや、な、あれだ。だからフォートナイトとかみたいな感じでやっていくんだ。大きな動きは見えないが、ここからどうなる？敵こっちだな。こっちには。何やってんの？見事な不意打ち。ドラキーもドキドキだ。お、必殺。強い。見事に相手を下した。勢いに乗れるか。さあどこだ。あ、いるじゃん。ボートだった、ね、戦いを挑まれました。いけ。あ、もうナイスキルが。お、よ、避けられた。しかも回復したな。回復しよう。いった。あ、やった。感じになるのね。なるほど。今は NPC 相手だったってことですね。これが対人に変わるんだ。戦闘こんな感じなんだ。あ、じゃあアクションじゃないね、完全な。これはでもあれだな、アクション苦手な人も勝てるかもしれないですね、このやり方だったら。コマンドだからな、わかんない。スキルのとか、あとは MP の状態とかって変わってくるんじゃない。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。